身内の仕事を手伝ってるんですが、殻を破ろうと新しいパートを始めたのと、登録販売者の勉強を同時に始め、9月に受けます。素晴らしいですね。ですが薬関係の仕事ではないので、薬関係のドラッグストアとかのパートに変わりたいんですが、登録販売者の試験も受かる自信がないんです。迷ってます。アドバイスお願いします。まずその新しい決断をされたことは素晴らしいことだと思います。はい、なかなかこう新しいことにチャレンジするっていうことには結構勇気がいると思うので、まずその自分を褒めてあげましょう。はい、受ける受けないで言うんであれば受けた方がいいと思います。はい、理由説明しますね。受けても受けなくても今の自分の立ち位置って変わんなくないですか。受けて仮に不合格やったとしても周りの自分のその環境って変わんないんですよ。でもね、受けるために勉強するじゃないですか。受けるために勉強したら、仮に合格できなかったとしてもですよ、仮に合格できなかったとしても、じゃあ合格が100やとしましょう。で今の自分が0やとしましょう。で勉強して、100のところまでいけなくて50までいけなかったと。じゃあでも50って今の0の景色とまた違うんですよ絶対。あ、そういう考え方があったんだなとか、その勉強することによって得られる知識とか経験っていうのがすごく大事やったりするんですよね。だからやってもやらなくても状況立ち位置変わらないんであればやってみるっていうのが、正解に近いんじゃないかなと思いますね。ほらよくありません？なんか相手にこう告白するせえへんで悩んでたりしたりするじゃないですか。もう告白したらいいんですよ、そんなんね。告白したってせえへんかったってその子と付き合ってないっていう現状変わんないわけじゃないですか。告白してみたらワンチャン付き合える可能性あるわけでしょ。だから告白する方が得ですよ絶対。で自信がないって言ってるんですけど、自信っていうのは行動した先にあるんですよ。分かりやすく言えば、ラーメン食べに行きます。ラーメン屋目の前にします。食べる前から、ああ、美味しいわ。このラーメン美味しいわ。って思わないじゃないですか。食べたから、あ、美味しかったわ。来てよかったわ。じゃないですか。で、また行こうって思うじゃないですか。それと一緒で、やらないと、その感情とかには行きつけないんですよ。人間って。もうそれと一緒で、勉強もして、自分がこう解ける問題が増えていけば増えていくほど、あ、自分ってできるんだなっていうことが積み重なっていって自信なんですよね、っていうのがあるので、やってからですね、はい、